こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの時に、チャットワークでね、URL をコピペしていただいて、この商品ね、仕入れできるでしょうか、できないでしょうかとか、あるいは NG 商品じゃないでしょうかという質問をしていただくんですけど、その際の、URL のコピペの、注意点です。このようにね、いくつか例を挙げましたけど、まず何もなしで、このね、URL をコピペして普通にリンクになってます。で、1ってね、書いて、コンマ、ポイント、ね、1チョン、で URL を書くと、これリンクとみなされず、クリックできなくなってます。でね、1、半角ブランク、ちゃんとリンクになってます。で、例えば、本、商品名を書いてね、本ですって感じで、本。で、全角ブランク開けて、URL 貼って、これもリンクになってます。1って書いて、点じゃなくて、開業して URL を貼ると、リンクになってます。このようにね、通し番号を、親切に振っていただいて、ちょんとやったばかりにね、リンクがクリックできなくなって、すごいチェックしづらくなったり、することがありますんで、URL を、ね、貼る際は、この URL の前はブランク、または何も記入しないという形でね、質問していただくと、非常にチェックしやすくて助かります。URL のコピペは、前後に何も入れないと、ね、ブランクにしておくというのをね、覚えて、コピペしていただければと思います。また、ご質問、確認事項をお待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。